前中は子ども向けを中心に、午後はオープンキャンパスで来てくれた人が楽しめるような企画をしました。ステージ企画の以外にも遊べるコーナーであったり、スタンプラリーや e スポーツの大会、サークルの出展とかも子どもも楽しめたり、高校生以上も楽しめるような企画をしてきました。器の表面に自分で好きなように絵を描いたり折り紙貼ったりとかして、自分のオリジナルの器を作るっていうものなんですけど、子どもが自由にできるようにもう置いてどうぞって感じでしたし、もう楽しそうにしている姿とか見れたのでよかったなと思います。大学の中にもクレマチスとかあるんで、子ども好きの子が来てくれると嬉しいなと思います。夏祭りとコラボっていうこともあって、パッと思いつくのが出店で、そのワッフルを使ってビジネスモデルを考えるってことで、客単価とか回転率とかシミュレーションしながらワッフルを美味しく食べようみたいな企画で、その何勉強してるかとかどんなことを学べるかっていうのはイメージつきやすいと思いますし、大学を見れたりっていうのはできるんじゃないかなと思いますね。ああいうふうに経済とかが学べるんだなっていうことを初めて知りました。ワッフルめっちゃ美味しいです。笑顔で接してくれて話しやすかったので、すごくいいなみたいな印象を受けました。これから抽選会が楽しみです。いや、チケットが待ってるな。せっかく岐阜城徳学園でやってるから、もっと学生が中心となって盛り上げていった方が、その地域の人も学生も盛り上がれるので、企画も増やしてやっていこうかなっていうのを今考えています。